はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。音出てるかなこんばんはだね。すいません、こんばんは。三橋貴昭で明でございます。えー、初めてのニコード。えー、凝っちゃうね、これね。初めてのニコードでございますね。はい。えー、よろしくお願いいたします。えー、経済 進化違うな。このあ知識進化だな。知識進化、三ツ矢洲の経済分析チャンネル、えー、自分でやるのは初めてですで。これね、実は3つツール使ってまして、一、えー、つが OBS という、そのこの、これだね、これ動かす、えー、ツール使ってまったりします。例えば、こう、ピッと。って感じで、こういう感じでですね。 えー、画面を動かすのと、あと、ニコドーさんのページ、ドワンゴさんのページと、あとこれを見るために、えー、iPad で見ておりますので、3つを使わなくちゃいけないという、ですねちょっとこれ、どうなんだろうと思うんだけど、<laughs> できるだけ早く改善していただきたいと思いますけど、き、まあ、今日は第1回ということなんですけれども、えー、こういうメニューでお送りしたいと思います、まず所得倍増、えー、次、経済成長って何ぞと。 日本の解雇規制って厳しいの、こ、まあ、こから3番目からは減点会向けなんですけど、4、総裁選挙の争点、あと裏話ということを、まあ、こういうメニューでお話をしたいと思うんですけどもね。はいで一旦私が多分消えると思います。こっちか。そして、ここで。 こういう感じでですね、はい、登場しましたね。はい、OK、はい。というわけでですね、まずは、その所得倍増の話なんですけど、あ皆さん、ちなみにいっぱい質問してくださいね。私あの、実は話すのが苦手な人間でございまして、特に長く話すのが苦手なんで、え公演なんかだとぴったし、 言われた時間で終わりますからね、毎回、毎回ということなんでえ、ぜひ質問していただければ、眠気だめです、もうそろそろ眠いです、大体私は8時に寝て4時に起きる男なので、結構きついんですけれども、あのなんでまず所得倍増って話を持ち出したかというと、これ、えー、今、自民党総裁選挙が行われてますけど、加藤勝信さんが所得倍増という、まあそういう、えー まあ目標をででで、すすね、ね。打ち出されれたんですねでこれ所得倍増ってご記憶でしょうけど、あの、前回の総裁選挙のときに、岸田さんだな、岸田文雄さんがですね、所得倍増って言ったわけですよ、令和の所得倍増と言ったんです。で、これ、まあ、宏池会だからなんでしょうけど、もともと宏池会の始まりである池田隼人 さんがですね1961年かな所得倍増計画というのを打ち出したので、まあ、それにあやかったんでしょうけども、まあ、皆さんご存知の通り岸田総理大臣はですね所得倍増が実際に総理大臣になった途端に消えてしまいましてですねそれで資産所得倍増って言い出したわけです資産所得って配当金のことだと思うんですけどもはい港からの配信ですえー、これあれだよね彼の頭の中では いや所得倍増っていうのは給料のことじゃない、資産からの所得だっていう形で言い訳をしてるんですかね、とか、あそこまで堂々と所得倍増とか言い出して、それはいや、資産所得倍増とかよく言えるなと思うんだけど、そこまで面の皮が厚くなければ、政治家とかできないのかなと思うんですけどね、今回、加藤勝信さんがまあ所得倍増って言ってますけど、これね、変なんですよ、何が変かというと、所得の定義がされてないため。 なんですまあ、そういう意味で、だから岸田さんもですね所得倍増とは言ったけど、その所得の定義は別に給与所得とは言ってねえじゃないかみたいな、まあ、自分の自己正当化をしてるのかなとか思うんですけど、所得ってなんなのとで、これね、池田隼人内閣の時はですね明確な数値目標があったんですよ、実は。これ、意外と知られてないんですけどもあの、池田内閣が言った所得倍増っていうのはですね、 一、えー、人当たり、国民一人当たりの実質の GNP、当時は GNP ね、一、えー、人当たりの GNP を10年間で2倍にしますということで、数値目標もあるし、期限も決まってたという、ですね素晴らしい目標だったんです、はい、でこれ、何が素晴らしいかというと、要は GDP とか GNP の定義を知らなければ、この目標はですね定められないからです、はいで、それをちゃんと打ち出したんですよね。しかも まあ達成したんだけど、10年の目標だったのが、ね、8年で達成しちゃったんですよね、はい、だからこれ、すごいなと思ったんですけど、まあ、池田勇人さんがど,どこまで完璧に分かっていたか分かりませんけど、あの池田勇人さんの後ろには、ですね多分我々日本国民、今を生きている日本国民が全員感謝しなくちゃいけない優秀な経済学者というか、まあ、偉大なと言っていいのかな、偉大な経済学者の方がいらっしゃいました、下村修さんです。下村治さんです でちなみに池田さんも下村さんも大蔵省出身だったんですけども、別にあれだよね、えっとまあ、最近はそんなことないんだけど、昔はまあ大蔵省出身の政治家であっても、まともな人いたんだなと、最近はちょっと見たことがないんだけどもね。はい、ということで,すで、この下村さんがですねあの完璧にあの経済について理解していた、もうちょっと厳密に言うと、経済成長について理解していたと。 いうことなんですというわけであの実質の GNP1 人当たりを10年で2倍にするという目標を明確に打ち出してですねそれ達成しちゃったんですよねだから加藤勝信さんも、まあ、そもそも今、所得倍増とか言ったってそのまあ、要は岸田の二番煎時だし岸田は忘れ去ったじゃないかって悪口言われるだけだからだからちゃんと目標を数値目標で出してほしいと思うんですね。で今どのよううに達成したかっていう 話がありましたのでということでね、ここからはの経済成長について、まあ、15分ぐらいかな、えちなみにその間はちょっとお話ししたいと思います、経済成長って何なのと、これね、全部定義ありますからね、経済成長というのは、実質の GDP を増やすことです、現在の日本ではね、昔は GNP だったけど、今、GDP です、ちなみに、えー、GNP は国民総生産、GDP は国内総生産です。 これ何が違うかというと国内というのは文字通り国内で生産された財やサービスの合計になりますで国民総生産というのはあの海外で、まあ、日本人が持っている、えー、資産から生み出された海外,からの生海外における生産もそれも含めているんだけども、今のまあ世界的には GDP 国内の生産の合計ですよという形で経済成長を定めています。でこれあの名目じゃダメなんです。 面目でで増やしてもダメです面目と実質何違うかというと例えば、えー、国民が1人しかいなかったとしてその人が 100, 生産していました100円だ、ね、100円で1年間に100円しか生産していないので GDP100 円になるんですけど物価が2倍になりましたとすると1人当たりの生産額が200円になりますねこれ、名目 GDP2 倍になったということになるんですよ。ただ実質の生産は増えてないいででしょうということとこ 物価の上昇の影響を除いた生産の合計で経済成長を見ましょうということになっています。で、この,、まあ、この図でございますね。えー、多分皆さんの中には、親の顔よりもたくさん見たっていうような図でございますね。はい、要は、経済って何なのとあるいは GDP って何なのって話なんですけど、私たち生産者は、財やサービスを生産する、つまり、 働いて、例えばスーパーマーケットにお勤めの方は、小売りサービスを生産していますね、えー、さらにはですね、えー、お医者さんは医療サービスです、建設業の方は建設サービスを生産しています、意外だろうけど、建設業ってサービス業ね、で工場で働いている方は財、まあえー、製品だね、製品生産してますよと、で私たちが生産者が働いて、財やサービスを生産して、それだけじゃだめで、それをお客さん、 家計、企業、政府、外国に消費、投資として支出してもらって、所得を得ているわけです。え物価の影響を除くと分かんなかった、はい、じゃあ、今からもう,もう一回後でやるね、はい。というわけで、我々は生産してお客さんに消費、投資、まあ、これを別名、需要って言うんだけど、支出してもらって、所得を得ているわけですね。で、この所得を持ってお客さん側に回って、今度、我々が別の誰かが生産した財やサービスを生産して、その方、 に支出をするとその別の方に所得が生まれて、今度この方が所得を持ってお客さんが生まれるという形で、この所得創出のプロセスがぐる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 回っているのを実体経済って言います、実体経済ですね。でもちろん我々が支出する際に、ですねわざわざ自分の稼いだ所得から払う必要は必ずしもないです。はい、例えば銀行から融資を受けて、それで投資するケースというのはざらにあります。例えばですよ例えば まあこのパソコン、今使っているパソコン、これ、レッツノートなんだけど、このパソコンがめちゃめちゃ売れていると、めちゃめちゃ売れていると、じゃあ、もっとたくさん生産しようと思ったときに、工場の生産能力が足りませんとなったときに、工場をじゃあ新たに作ろうじゃないかって話になるじゃないですか、そのときに手元にお金がなかったらどうするんですかと、じゃあ工場を建設するお金を貯めますか、なんてことをやったら、商機逃しちゃうから、普通に銀行から借ります。 銀行から融資を受けて、それで工場建設という投資をして、そして生産して、儲けてというような形、まあ、これが資本主義の基本になっているわけです。で、この上側のね、えー、実体経済において、生産、支出、所得は必ずイコールになります。必ずイコールになります。というわけでですね、あのー、この実体経済における生産の合計のことを国内、 総生産すすなわわち GDP というわけですね、GDP、ただ今言ったように生産と支出と所得は必ずイコールになるものですから実は GDP っていうのは生産の合計であって支出の合計であって所得の合計でもあるわけなんですねだから GDP が増えている国というのは豊かになっていると考えていいですよということになってるわけなんですでここで名目と実質の話をしておきますけども 例えば、私がまあ例えば、えー、1日に100生産してますと。すると、所得100じゃないですか100ですよ。100円だね、100円。1日に1個生産して、1個生産して、100円生産しました。すると、所得100円ですよね。その状況で、例えば物価が2倍になりましたってなったら、私は1日に100円で売っていたものを200円に価格を引き上げますと。すると、所得は200円ですよね。必ずイコールになるから。 ということは、えじゃあ、所得が2倍になった、なってますよ、なってますが、でも物価も2倍になっちゃってるんで、だから実は、物価が上がるだけだと、名目の生産金額とか所得金額増えるんだけど、豊かにはなってないんですよ、だから、それは実質的には経済成長してないでしょうということになるわけなんです、じゃあ、具体的に豊かになったら、なるにはどうしたらいいんですか、生産量を増やすんですよ、今まで1日1個100円生産してましたと、1個100円で1個ね。 これを2個生産するようになりました。物価は変わりません。となると、えー、1個100円だから2個生産してるんで200円ですね。所得ももちろん200円でも物価は上がってないから、私の所得は2倍になったということになるんです。これが実質なんですね。でとりあえず名目の数字を見てみましょうかね。日本の,です、ね、あの名目 GDP はですね、まあ見るも無残でございまして、あんまり見せたくないんだけど、まあこれ現実だから。 ちょっと見ていただきましょうかね。はい。あこっちか。こっちですね。これがですね、日本の名目 GDP です、はい。つまり、金額で見た国内総生産なんですけれども、97年に橋本政権が緊縮財政をやって、経済がデフレ化しました。まあ、この話はいずれやろうと思いますけれども、それ以降、全然 <laughs> 横ばいなんですね。最後、ちょっと伸びてるでしょ。最後の、ちょっと伸びてるけど、 これ、物価が上昇してるからです。<laughs> 物価が4%、この時ですね。まあ、あの昨年度かな昨年度だけど、物価が4%伸びたので、実質ほとんど増えてないんだけど、目目の GDP は増えた。逆に言うと、ずっと物価が上がらなかったっていうのも見て取れますよね、日本は。だから、実質の生産量が増えてい,い,いなかったとしても、物価が上がっていればですね、まさに23年度、一番右のとこですね。一番右のとこがそうなんですが、これ、こうやると分かるかな。 はい、これを小さくしないのか、よ一番右が23年度ですね、ここ伸びてるのは、もう本当に物価が上がっただけ、ほぼ,ほぼそうですね、実質は確か1%ぐらいしか成長してないんですね、ただ名目は4%以上かな、成長しました、物価が上がったおかげで、これって豊かになってないよねと、豊かになってないよねということで、この名目 GDP だけが増えるんじゃダメで、それは物価だけ、物価上があれば上昇するから、だから実質も重要でしょうと。 いう話になるんですまあいずれにしてもですよ、えさっきのこれね、よこれはなかなか厄介だなと思うんだけど、さっきのこれね、えー、まあ、よえー、この所得創出のプロセス、所得創出のプロセスを見て通るよ見てみ、えー、た通りあの生産、支出、所得の3つって、必ずイコールになるんですね、必ずイコールになる。 というわけで、池田勇人、あるいは下村修だったと思いますけど、実際は、下村修は、その要は、G、当時 GNP だけど、まあ、GDP でいうね、一人当たりの GDP というのを増やす、2倍にすると、実質でしかも。というのが、これが国民一人当たりの実質の所得を2倍にすることだよということが分かっていたと、だから実質 GDP を10年で2倍にするという、そういう、えー、所得倍増計画ですね。 それを立てて、それで8年で達成してしまったという話なんですね。あというわけで、加藤さんもですね本気で国民の所得を倍増する、所得倍増とか言うんだったら、同じことを言えばいいと思うんですよね。はい、私が総理大臣になったら、10年間で実質の GDP を2倍にします、1人当たりですっていうと、ですねこれはなんか明確ですよ、明確ですよ。はい ただ、まあ言わないだろうな、多分ね、今の政治家って、まあ、ほとんどがですねこの GDP の定義、知らんのですよ、知らん当時、大蔵省の反対なかったんですか、あったと思うよ、あったと思うんだけども、そこは政治力で、そこを押し切るということができる。というか、あれですよね、池田勇人と,とか下村治って、もともと大蔵省組だから、まあ、結構、もともとそういうの、なんでしょうね、そこに、まあ、大蔵省に対する影響力もあったんじゃないかなと。 思いますけどねで具体的にどうやったかというと、ですね、まあ、要は経済成長ってどうするかって話なんですけど、この図でいう生産、しかも生産者1人当たりの生産を増やすということが必要なんです。というか、それが経済成長なんだよね。だから例えばでしょ、で例えばこの生産者が土木作業員さんです。土木作業員さんです。そして、つるはしとスコップで土木作業をしています。す、は、る、い、と、人間1人の筋肉なんてたかが知れてるから、 1>, 1人当たりの土木サービスの生産量ってあんまり増えないじゃないですか。はい、じゃあ、ブルドーザーを導入しようぜってやるわけですよ、ブルドーザー。そしたら同じ作業員さんがですね、ブルドーザーに乗って土木作業したらどうなりますもうね、土木サービスの生産量がですね、もう激増するわけです。多分数百倍なんじゃない数百倍。ということは、ですよ、この生産者、土木作業員さんの土木サービスの生産量が数百倍になるってことはです、ね、この生産者さんの所得が数百倍になると。 いうことなんですこのブルドーザーを導入するとかですね、あるいはさっき出てきましたけど、工場を建設するとか、あるいは交通インフラを整備する、これを投資って言います、投資。この投資こそが経済を成長させます、他にね、なんもないですよ、はっきり言いますけど、投資だけなんです。例えばですね、運送サービス、えー、小型トラックで、小型トラックで、あるいは軽トラックでもいいんだけど、軽トラックで、 東京と大阪の間の運送サービスを、一般道を使ってやるのを考えてみてください、何日かかるんじゃと、それをですね政府が東名新高速道路を整備してくれましたとで、運送サービス会社は大型トラックを購入しましたと、はい、そしてその大型トラックにドライバーさんが乗っかって、高速道路を使って大阪まで走るわけですよ、荷物。もうこれ、生産水が激増するでしょ。 とということで経済成長って何なのかというと、まあ、要は生産者一人当たりの生産量の拡大のことです、そしてそれを実現するのが投資なんです、投資。今言った高速道路を作るとか、大型トラックを買うとか、工場を建設するとか、ブルドーザーを導入するとか、これ全部投資なんですね、全部投資。で、これね、問題は日本はバブル崩壊後にデフレになりまして、そして政府が、 投資をしなくなってしまった、というか政府が投資をしないからデフレになったんだけどね、はい、これがですね日本の公的資本形成っていうんですけど、公共投資です、はっきり言うと大体公共投資、現、ま、物、あ、には公共投資から用地費等を除いたものなんですけど、この公共投資、95年、96年度ぐらい、45兆円超えてたんですけど、その後半分にまで減らしましたからね、日本政府。一応ね、企業はね、そんなに投資減らしてないんですよ、デフレ化でも。 増やしちゃいけないけど、でもね、なんで政府が半分にしてんのと、はい、特に小泉政権、小泉進、うん、次郎さんのお父さん、とてつもない公共投資の削減やったから、結果的に日本は経済成長しなかったんです、まあ、投資する人って大体2人じゃないですか、まあ、要は政府と民間企業ですね、民間企業はそこそこ頑張ったんです、そんなに増やしてないけど、減らしてもないんだけど、政府が投資を減らしたんです。 結果、生産性の向上が起きなかった、結果、日本は経済成長しないで、面目 GDP がさっきみたいにずっと横ばいっていうような状況が続いちゃったんですね、はい、ここを分かってないと、ですねこれどうにもなんないなと、日本経済成長させるにはということになっちゃうわけなんですね。というわけで、総裁選なんですけども、えっと、チラ見せはここまでなのかな、ちょっと待ってね。はい、ということで、えチラ見せの方はここまでなので、ここからあの総裁選挙の争点について入っていきたいと思います。